存知橋本です。ということで、今回ですね、前イモニーコと FKD ファームの福田くんがの最後にね、ちょっと言ってたんですけども、もう一人いますんで、ここにね、小ネギ農家ライフタイム、小ネギと米でしたっけ。そうです。お、一生懸命石巻でやってるやってるのやってるわ、一生懸命だわ、何言ってるやってる、ライフタイム代表の佐々木拓郎くんです。どうもー、ライフタイムの拓郎です。まあ何年だろうね、もう知り合って15、16年ぐらい。まあ自分高校卒業して、農業実践大学校って、まあ、農業の専門学校なんですけども、その時にねすんごい仲良くなって、うん、当時路上ライブとかやったねいろいろやった中で、でまあそれからずーっとね付き合いがあってね、こういう風に、来たり行ったりしてるわけなんですけども、うん、で、今回、このね拓郎さんに見せてもらうのがね、ここハウスの中で、これ何年前に建てたんだっけ、ハウスって。ね、建てたの5年ぐらい前かな。5年ぐらい前、うん、5年ぐらい前になんとね、これ見てください、すっげー長えこれね、あの 100m の、こっちの横幅が何センチ、何メートル、3三元、三元だから、うん、違う。まあ三元の100m。100m。っていうね、ハウスを10棟建てて、ね、小ネギをね、いよいよ本格的に生産したわけですよ。前までも生産してたんだけども。で、まあ今回ね、米も何丁分 ?15 丁分。15丁分ほど作付けしてて、うん、で、まあ、結構変わってんですよ言われたくない変わってるんですよ、うんうんうん、作付けしてんのがねすごい、なんだっけ、笹しぐれです。笹しぐれだよ、はい、笹しぐれ、そうです。笹錦式のお父さん、お父さんですそんなもん今作んねえよっていう話ですよねを作ったり、してるんですけども、ちょっとね、田んぼの方はもう収穫終わって、うんうん、米を見るのも嫌だっていう話らしいんで。確かに。で、今回はね、ちょっとね、この小ネギ、ね、なかなか、宮城県の作付け面積っていうか、うんうん、ほぼ、この石巻と、あとは枠屋が占めてる、あのね、それも腹黒いね、組織小ネギでがっぽりいくんですけども、それをね今回見せてもらいたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではね、ちょっとね、今収穫前にこのハウス100m あるんですけど、 100m ダッシュしたいと思います。よーい、ダッ久々に 100m。